お、おー、アース王子さん、46億歳。お話聞いてもらわれへんなあ。服も着たし、ええもんだって持ってんねん。せやけどみんなわしのお話聞いてくれへんねん。それは困りましたね。赤ちゃんとはお遊びしてもうたし。あらあら。なあ奥さん、ちょっとお話聞いてほしいんやけど。今忙しいから後でね。ママ、ママ。はいはい。お母さんは忙しそうやし。後でっていつやねん。ほうほう。若者よ、ちょっと困ってることあってな。聞いてほしいことあんねんけど。あの若者はわしの話聞こえてたんやろか。ふん、なるほど。これお近づきの印にええもんでも。これ600万年ものやで。ヴィンテージやんか。なんだ君は。おじさんは今忙しいんだ。しっし。おじさんもや、子供扱いしようねん。わし46億歳やで。みんな忙しいようで人の話聞いてくれへんねん。みんな忙しくて余裕がないのかもしれませんね。そうか。でもこのままやと困んの人類やで。でもあなたのことを考えている人もたくさんいるんですよ。そらそうや、わし人気もんやもん。注目の的やし。前向きですね。とてもいいことです。どれどれ、覗いてみましょう。おお、この子あなたに興味津々ですね。わしの写真集見てるやん。セキララやな。わしのフィギュアまである。どうやらあなたに釘付けのようですね。わしこの坊主に会いに行く。あ、せやけどこの時間電車ないねん。どないしょ。そう来ると思いました。さあ乗りなさい、送りますよ。いいチャリやな。はい、宝の山にありました。世話になったな。さあ行きなさい。アースおじさんと男の子、どんな物語が待っているんでしょう。おしまい。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ポチーン。